世界的に有名な俳優、ロバート・デ・ニーロが、海外のトーク番組で日本の北摂酒造について話し、大きな話題を呼んでいます。日本人シェフの松久信幸さんと共同で、日本料理レストラン、ノブを世界的に経営したり、日本のライフスタイルをモチーフにした、日本風ホテルの経営に乗り出すなど、大の日本好きとして知られる、ロバート・デ・ニーロ。そんな彼は、過去のインタビューで自身の息子が、精神障害を患っていることを明かし、親なら誰でも子供のことが心配ですが、このような病気を患った子供を持てば、なおさらです。悪夢のような出来事に動転するばかりですが、乗り越えるしかないんです。と涙ながらに語っていました。そんな彼の心の支えとなったのが、日本にある北摂酒造だったのです。では、世界的に有名な俳優を夢中にさせた、日本の魅力とは何なのでしょうか。今回は、ロバート・デ・ニーロの日本でのエピソードと、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。俳優としてのロバート・デ・ニーロ。彼の名前を知らない人はいないくらい有名な俳優、ロバート・デ・ニーロ。これまで数多くの作品の主演を飾り、数々の賞も受賞しています。今でこそハリウッドの顔として知られていますが、1963年のデビューから70年代に入るまで、評価はされていたものの、無名の俳優だったのです。代表作の一つであるゴッドファーザーパート2は、ロバートの名前を世界に広めた出世作です。その作品を皮切りに、タクシードライバーやミッドナイトラン、ピート、アンタッチャブルなど、ロバートを象徴するような作品に、数多く出演しています。80歳となった現在も活躍を続ける彼のすごいところは、俳優として、徹底的に役作りをするところでしょう。ゴッドファーザーパート2では、演じる役が、シチリア訛りのイタリア語を話す役だったため、わざわざシチリアまで勉強しに行き、俳優の命ともいえる喉を酷使しながらも、しゃがれ声を必死に練習して、完璧に真似していました。また、タクシードライバーでは、実際に3週間、タクシードライバーとして働き、役が不眠症であることを表現するために、15キロもの減量に成功しています。この他にも、与えられた役を本物にするために、工場で働いたり、ホームステイをしてマフィアにインタビューしたり、数ヶ月の入院生活を経験するなど、デニーロアプローチという言葉が一般化するほどの、徹底した演技派なのです。彼は役作りについて、このように語っていました。演技とはすべて、ないものをあるかのように見せる幻影。私は役を演じるとき、そのキャラクターをすべて知り尽くしているのだ。俳優というものは、ありとあらゆる人間になり、その人生を生きなければならない。多くの関係者や評論家たちが、彼を高く評価するのも名付けます。そんなロバートは、インタビューなどで、必要なこと以外は話さないイメージがあります。しかし、時には過激な発言をする瞬間もあるのです。最近では、アメリカ、前大統領の、ドナルド・トランプさんへの非難が話題となりました。2016年に行われたアメリカ大統領選の前、投票を促す立場だったロバートの批判的な発言がきっかけで、トランプさんとロバートの交渉は現在も続いています。彼は2023年11月末のインタビューで、前大統領は、在任中の4年間に、3万回以上も嘘をついた。しかし、嘘ばかりついても魂は隠せない、ということを語っていました。このように、寡黙でストイックなイメージのあるロバートも、自分の思ったことは積極的に言葉にして主張していくようです。そんな彼は、ある国で体験した衝撃的なエピソードを、海外のトーク番組で語っていたのです。プライベートでも演技をした、衝撃的な瞬間。ロバートは親日家として知られていますが、プライベートで旅行に行くのは日本だけではありません。彼は海外のトーク番組で、このようなことを語っていました。中国の北京では道に迷うことはなかった。この発言に対して番組の司会者は、それは近年急激に発展した中国のインフラが整っていたということですか?と質問します。世界的に有名な俳優である彼の言葉は影響力があります。たくさんの人が見ている番組で素直に自分の気持ちを語ることによって彼のキャリアにも響くかもしれません。そんな中、ロバートは言葉を選びながらも、中国でのエピソードを語ってくれました。彼がプライベートで北京の街を散策していると、ひどく悪臭の漂う場所がありました。匂いの元をたどってみると、そこは何かのお店のようでした。興味本位で店内を覗き込むと、店主と思われる男性が手招きしています。
どうも案内しているようだが、私はこの店に興味はない。だけど、考えてみてくれ。店先から店内を覗いておきながら、案内されたのに、そのまま回れ右して店を後にする。それをするのは冷やかしの類であって、店主に悪いと思うじゃないか。そう考えたロバートは店内に入り、案内された席に座りました。すると、店主はそこで初めてロバートのことを気がついたらしく、何やら大声で話しかけてきたそうです。何を話しているのかは分かりませんでしたが、本場の中華を食べさせてくれるということは、雰囲気で伝わったと言います。少し経って満面の笑みで店主が運んできたのは、ひどく悪臭の漂う、肉料理だったのです。腐っているとか香辛料ではなく、一言で言うなら、獣臭い匂いだった。でも、中国には、このような独特の香りを持つ香辛料があるのかもしれない。そう考えた彼は、料理から放たれる悪臭に耐えながらも、肉を一切れ、口へ運びました。世界には、匂いこそひどいが、美味とされるような食べ物があるだろう。例えば、シュールストレミングのような。その類だと、その瞬間までは思っていたんだ。ところが、ロバートが口にした肉は悪臭そのもので、ひどい味だったのです。正直、とても人が口にするような味とは思えず、吐きそうになったよ。でも、どんな料理であれ、作り手の前で吐くことができるか。食べている私を嬉しそうに見る店主を前に、どうにか完食したよ。今まで、いろいろ役作りをしながら様々な役を演じてきたが、あの瞬間が私にとって、最高で、最大の演技だったと思うよ。再びあの演技をやってくれと札束を積まれたとしても、私は二度とやるつもりはないからね。ロバートが冗談めかして言うと、会場はどっと笑いに包まれました。しかし、この話の本当の恐ろしさについて彼が語ると、和やかな雰囲気が一気に静まり返ることになったのです。どうにか完食した私は、その店を立ち去りたかった。あの演技を続けるのには、かなりの労力がいるからね。だけど、そんな私の隣に、中国系アメリカ人と思われる男性が座ったんだ。そして立派なアメリカなまりの英語で、私にこう言った。あなたが今食べたのは、犬の肉を使った料理ですよ。この言葉を聞いたロバートは、さすがに演技を続けることはできず、大急ぎでトイレに駆け込むと、今さっき詰め込んだものを、全部そこへ戻したそうです。名俳優である彼でさえ、演じきることはできないくらいの衝撃的な体験だったのです。そんな悲惨な体験をしたロバートですが、演技などしなくても、素直に素晴らしいと思える出会いがあったのだと言います。それが、日本の北摂酒造でした。一人の男性として出会った、北摂酒造。北摂酒造とロバートの出会いは、最初にご紹介した、日本風レストランノブのオープンにまで遡ります。1993年、アメリカのハリウッドスターに愛されるレストラン、松久を経営していた松久信行さんに対して、常連客だったロバートが、日本風レストランの開業を打診し、ニューヨークでオープンしました。ノブと北摂酒造の関係は、矢沢永吉さんが縁を結んだとも言われています。矢沢永吉さんが、ファンから北摂酒造のお酒を贈られた際、親友のシェフである松久さんに勧めた結果、その美味しさに感動して、北摂酒造に連絡したそうです。1999年の冬、ロバートと松久さんは、新潟県佐渡市を訪れました。ノブのオープンの際に、レストランに置く日本酒を北摂酒造に頼むためです。彼は以前から、ポルフィディオアネホという、スピリッツコンクールで未だ破られていない、最高点、98点を記録したプレミアムテキーラを愛飲するほどのお酒好きです。想像以上の寒さに凍えながら二人がお店に入ると、店主はロバートに熱燗を勧めました。海外でも、ホットワインやビールを温めて飲む文化はあります。しかし、今まで飲んだことのないものを異国で初めて口にするのは、やはり勇気が必要です。それでも、彼は世界中で名の知れた有名な俳優。しかも、今はレストランに北摂酒造の日本酒を置けるかどうかが決まる、重大な局面です。もし口に合わなくても、最後まで演技は続けよう。そう思いながら、彼は熱燗を一口飲みました。この時のことについて、ロバートはこう語っています。佐渡は、佐渡アイランドではなく、酒アイランドだ。北摂酒造の熱燗の味は、いい意味で衝撃的だったのです。その言葉に呼応するように、2022年に、北摂酒造が創業150周年を迎えた際には、酒アイランドと佐渡アイランドの文字を、ラベルに刻んでいました。また、肝心なノブに日本酒を置くことについては、松久さんが、
うちのレストランで扱うので、日本以外の他の店では扱わないでほしい。うちも他の日本酒は扱わない。という条件を提示したところ、北摂酒造の現社長が快諾し、今でもその約束を両社とも守っているそうです。そして、当時、ノブはアメリカのラスベガスに1店舗だけだったので、北摂酒造側の覚悟も相当だったはずです。ちなみに、北摂酒造がノブに卸す日本酒は、北摂ノブという名前が付けられました。こうして日本のお酒は、世界のセレブが味わうことになったのです。さらに、ロバートは、どんなに忙しい時でも北摂酒造のお酒を自家用ジェット機で買い付けに来るほど、惚れ込んでいると言います。あの時飲んだ熱燗の味が忘れられないよ。北摂酒造は僕の心の支えなんだ。日本はどの国よりも一番、心が休まる場所だよ。トーク番組の中で、彼はこのように語っていました。蔵の目の前が海ということもあり、海産物に合わせた酒造りなら、どんなお酒にも負けない。と自負する北摂酒造。もちろん日本酒だけではなく、世界各地、どんな料理にも合わせやすい日本酒を作っていたからこそ、ロバートとの素敵な出会いがあったのです。また、彼が俳優としてではなく、一人の男性として素直にお酒を味わい、感想を述べたからこそ、両者には今でも続く、深い関係が生まれたのではないでしょうか。ロバート・デ・ニーロが注目する、日本の文化。ロバートはお酒だけではなく、日本独自の文化にも注目しています。2015年の、現地時間9月21日に、アン・ハサウェイ主演のヒューマンドラマ、マイ・インターンの、ニューヨークプレミアが行われました。女性 CEO と、40歳年上の部下との交流を描く本作のストーリーと合わせ、世代を超えた交流の大切さや、若手俳優たちに向けたコメントを発表しました。日本では、この日が敬老の日であることから、日本独自の文化について言及し、ロバートはこのように称賛したのです。日本には老人を敬う祝日があるんだね。素晴らしい文化じゃないか。本作で描かれているシニアインターン制度があることを例に挙げ、日本の高齢者はアメリカの高齢者よりずっと社会に居場所があると思うよ。特にアメリカでは高齢者はあまり大事にされない現実がある。と明かし、若い世代とシニア世代がお互いに刺激し合うってとてもいいことだよ。互いに壁を作らないことが大切だと気づいてほしいね。と訴えていました。また、自身も異なる世代との交流を大切にしているというロバートは、僕は若い人と話すのが好きなんだ。実生活でも知り合いに若い世代がたくさんいるしね。とコメントしました。本作では、主演のアン・ハサウェイをはじめ、多数の若手俳優と共演している彼は、頑張っている彼らには、もちろんアドバイスをしたいと思っているよ。何か聞かれたら、できる限りのことをした。と役者の先輩としてアドバイスを送ったことを明かしています。日本という異国の文化にも注目し、自身だけではなく周りの若い人たちの力になるように行動するのは誰にでもできることではありません。ハリウッドという輝かしくも大変な世界の中で常にトップで活躍し、ひたすら駆け抜けてきたロバートだからできるのです。そんな彼が心を休める場所として日本を選んでくれたことがとても嬉しく思います。海外の反応。今回のことについて、海外のネットユーザーから多数コメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。ロバートが日本のお酒が大好きで、買いに行くのは有名だよね。それに、毎年自家用ジェット機で行って、樽ごと買うらしいよ。でも、もっと面白いのは、そのお酒屋さんの女将がロバートのことを全く知らずに、変な外国人が毎年樽買いしに来る、と思ってるってことだよ。女将なのにロバートのことも知らず、ただの変な外国人だと思っているなんて、傑作だろ。かなり昔のことだから今はもう知っているかもしれないけど、そのくらい日本に行く時の彼は、俳優の顔をせずに済むんだろうね。トーク番組で彼が中国のことについて語っている時、私もテレビで見ていたの。彼は偏見を持って中国をけなしてるわけじゃなく、最初から最後まで、一定の敬意を持って話しているのが伝わったわ。その上で、自身の所感を、慎重に言葉を選んで述べていたのよ。冷やかしはしないし、歓迎されたのなら美味しくなくても完食するっていう時点で、とてもいい人だと思わない。でも、その番組の中で日本の北摂酒造についても語っていたけど、その時の彼の顔は、まるで少年のようだったわ。ただ、楽しかったことや好きなことを、キラキラした顔で語っていたのよ。それだけ日本ってすごい場所なのね。同じアジアの国でも、こんなに違うんだね。
ロバートの心が休まる場所が日本じゃなくて僕の国だったらよかったのにってちょっと嫉妬しちゃうくらいだよ。ノブにはまだ行ったことがないし、北雪酒造っていうお店のお酒も飲んだことがないんだ。だけどいつか絶対行きたいね。いやいや、中国にプライベートで行って自分で犬の肉料理を食べる選択をしたんだろ。それなのにひどい匂いって表現は良くないんじゃないか。そんなこと言ったら、彼が大好きな日本だって臭い納豆や虫を食べているぞ。俺は虫を食べる日本人の方がありえないって思うけどな。私、北雪酒造のお酒飲んだことあるわよ。ずっと昔からロバートのファンで、日本に住んでいる友達の家に行った時に取り寄せて飲ませてもらったの。あんなに美味しいお酒はないくらい最高だった。日本人って手先が器用だし、何か作る時も相手のことを考えて作ってるでしょ。ロバートと一緒のお酒を飲めてるってだけでも嬉しかったけど、彼がどうしてここのお酒が好きなのか分かった時はもっと嬉しかったわ。そんな繊細で、だけど作り手のぬくもりが伝わる味だったのよ。みんなも絶対飲んだ方がいい。以上が今回寄せられたコメントの一部です。いかがでしたか？中国と日本の違いをトーク番組で語ったロバート・デ・ニーロ。この時の発言が中国では炎上してしまったようです。それでも彼は自分の思ったことを積極的に主張してきました。そんなロバートだからこそ、日本へ対する思いも嘘偽りのないものだとわかるのです。彼が注目してくれた日本独自の文化や人の温かさを大切に、私たちも日本の良さを守っていきましょう。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。